皆さんこんばんは。昨日うまい棒を30本食べました。元男の子の青木かのんと山田です。この後寿司大食い企画をやろうと思ってたんですけども、気分が変わりましてですね。俺は変わんない。ちょっと しゃべらせてください。ですね、さっき、私たちは原宿に行ってプレゼントをしていただいたんですよ。でそれが5分間でカノンが好きなもの1万円分使い切ってくださいっていう企画だったんですね。クリスマスプレゼント買ってくれるんですか？私契約をつけようかな。はい、無理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 。え、ちょっと待って、やばい。え、これいくらだ？いくらいくらいくら。いや、脇で挟んで感じてる。マジで？で、私も渡くんにクリスマスプレゼントとして5分間で1万円使っていただく企画をやります。逆襲。うん、仕返し。今回主役はあなたです。そんな見たくないよね。いやいや、見たい人いるかもよ。渡るファンクラブができてるかもしれないし。そうやね、大丈夫です。はい。で、前から私は渡くんの観察をしてまして、トイレにさ、怖いね、カビゴンのさマットとか、なんかそういう小物系めっちゃ好きじゃない？ビレバンって好き？ビレバン好き。ビレバンあるんで1万円使い切ってください。これお渡しするんで。1万円もいいの？はい、本当に好きなもん買って。本当にいいの？本当に動画とか気にせずに使ってください。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。はい、ちゃんとお渡ししました。ジャンプしてください。え、なんでジャンプしてんの？え、なんでジャンプしてんの？ジャンプしてって言ったじゃん。え、なんで？どういうこと？普通にすごい。はい、はい、はい。で、こちらはビレバンさんなんですけども、普通のビレバンさんとは何か違うらしくて、ニュースタイルっていう、ちょっとね、他のビレバンさんと違って雰囲気が少しこのおしゃれな感じになってるバージョンみたいな。外観から結構ね、分かる、分かります。はい、では、渡るくん、5分間以内に1万円を使い切ってください。よーい、ちょっと加工加工。はい、なんかそっち、ちょっとさ、しょっぱな気になったんだけど、いい？あ、はいはいはい。何ですか？冬用のサンダルだって。すぐ、すぐ、すぐ、すぐって書いてある、ね、え、これめっちゃいいね。あったかい、これあったかい。俺今夏用のクロックスで外出てるからさ。あ、それやばい。え、じゃあいいじゃんね。チラッと見た瞬間に一目惚れしたんで、はい、ちょっと高いんですけど。もう狙ってたのね。え、ルール違反ですよ。なんかね、そこから歩いてる時に、おれっと思って。はい、残り時間あと1分20秒です。サイズないの？残り時間あと1分20秒です。いや、それすぎ、漏れない。早すぎだろ。よっぽっき、よっぽっき、トッポギの。そうだね、なんかレンチンでできるやつで。おすすめある？おすすめこれ、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 ハニーバターアーモンド。これめっちゃ美味しい。どこにハニーバターって書いてあるの？これハングルで書いてある。ああ、ここにも書いてある。そう、こっちも、こっちでかいバージョンで、こっちちっちゃい。うち、これすごいね、よく食べるよ、向こう行った時。マジか。うん、これす、あ、わたるくん、好きで、これめっちゃ美味しいよ、スライムカレー。青いやつ。うん、これめっちゃ美味しいです。嘘です。前、元男の子時代にカノンさんが上げてた、元男の子じゃなくて、男の子時代、あ、男の子時代の上げてた南高梅ですよ、これ。よく覚えてんね、あの頃の YouTube 見てたんだ。あれ、南高梅じゃねえと思って。気持ち悪いな。普通に南高梅って言ってたから、あ、頭いいなと思って。はい、あと残り30秒。感情で時間がかかんない。ちょ、これいいね。これ部屋のダルギかな。おしゃれですよ。キングダムハーツ。なんだ、チョキチェーン。知ってる？知ってるよ。いいんじゃない？知ってる？知ってる。ギター侍。あとどんぐらい？あと1分20秒です。リアルです、それは。早く、使い切らないと。あと何がある？わかんない。テンガ、テンガ。あれ？テンガ。テンガ5本、5本。詳しいな。なんで詳しいんだ？こんばんは。こんばんは。おお。あと40秒。40秒。早い。渡るが走る。
渡るが渡る、いや絶対面白くないから。いいね、水節だからね、あなた大変。まあこんなもんじゃない。あ、ほんと？うん、多分。あ、でも結構買ったね。うん、9800円とか900円ぐらいじゃん。いったな、うん、多分ね、うん、感覚だから。すいません、お会計お願いします。ありがとうございます。さあ、いくらか予想。9800円。うん、600円から800円。超えたらあれですよ、あの諦めるか、もしくは自腹ですよ。ちなみに私の動画、どんな動画見てくださってるんですか？いきなり絡むっていう、すごい印象に残ってるのは、はい、あの性別を隠していた時に、あのお客さんとデート行って、骨ながらのやつですね。すごいカオスな、あのあれですね、動画を見てくださいましたね。全然言ってないよ。7959円。はい、7959円。これは俺は悪とみなされる感じ。悪とみなされますね。やっぱ控えめな性格が出てますね。優しさが出ちゃった。これだから、まあ、このケロリで扱わねえな。これだから、いやもうダメです、もうあれ、そうですよ、ルールですから。ルールルールですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、わたるくんの初商品レビュー、商品レビュー、いっちゃってください。じゃあまず、おお、これはやっぱりこれです。すぐ、はい、いいじゃん、いいじゃん。ドンドン。なんかすごい気持ちいいよ、なんかあのすごい、ほらなんか跡がつく。これ今大人気でめっちゃ売れてるらしいですよ。え、これ 25.5 だって。嘘。俺26万。いや、なんか見方分かんなかったよね。ただ 23.5 から 25.5 ってことは、どっちかっていうとこれ女性向け。24で。ちょっと不安に。だって今回戦ったやつ一番お気に入りなんでしょ、これ。これ交換してもらう。いやでもちょっとそこはね、うん、それはね、うん、あ、使いますよ、うん、いいんじゃない。お、踏み心地は、あ、めちゃくちゃ気持ちいい。え、これすごい、いい、うん、めちゃくちゃいい、マジで。本当に本当に、まあ、かかとが若干危ないけど、うん、まあ、ほぼほぼまあでもこれ超いいよ。ほんと、もうあったかいし、ぶつかってもさ、や、素材が柔らかいから、あ、全然痛くない。よかったじゃん。これずっともう多分1週間ぐらいあるけど、マジで。もうそれ、目利きの渡るだな。目利きの渡るさん、よっ、ありがとうございます。いいえ、いや、次はあの本当にもう2、3秒ぐらいに決めた。みんな大好き、どれか。これ美味しいもん。ピーナッツとチョコって最高なんだよ。最高です。お腹空いてる時とか、うん、うわー、すげー。さあ、ちょっと食べましょう。いただきます。俺大好きだからさ、うん、うん、うん、美味しい。うん、あ、チョコレートが味濃くて美味しいよね。次行きましょう。ドデカバー終わって、はい、スルックス、はあはあ、これなんか1400円です。あ、末端冷え性なんで、うーん、そう、こんぐらい結構ね、生地で包み込んでくれると、うん、包み込みますよ。最高です、この人。絶対これあったから。じゃあ次行きましょう。次は、はい、韓国マスターのカノさんなら絶対知ってる商品、ヨッポッ、ヨッポッキー、ヨッポッキー、あの棒状の韓国のあの、お餅の、あのレンチンで作れる。これお餅、そう、お餅です。あ、そうなん、はい、これがチーズ味で、大好きな激辛、これどう、引いちゃう、超激辛でしょ、超激辛です。うわ、うまそう、今食いたいもん。うっ、で、もう一つ有名なフルダッコポックン、うわ、これめっちゃ辛いやつじゃん。これはね、日本にある激辛ペヤングとかよりも辛いかもしれない。こっちが袋麺で、こっちがカップ麺。同じやつ買ってるとか本当好きなんだね。うん、激辛ペヤング食べれない人はまず食べれないと思う。あ、それより辛い。僕ちなみに激辛ペヤングは普通に全然。え、美味しいですか？問題ないです。甘い、あれは。わ、イカれてやがる。で最後が、これはね、実はちょっと言ってなかったんですけど、あ、カノンさんがおすすめ大好きなハニーバター。ハニーバターアーモンド。え、私に？うん、そう。え、やば、これ重い。AirPods もありがとうございましたっていうところのお返し。ありがとうございます。ちょっとお菓子なんであれなんですか？あ、全然。ちょっと食べ物の方が好きだもん。あ、そう。
これね、ほんと美味しいんだよ。マジで。うわ、なにこれ。美味しいの。形状がウケるんだけど。うんうん、粉がいっぱいかかってる。濃いねこれ。おつまみにハニーバターの味が。うわ、すっげえ濃いこれ。美味しくない？うん、うまい。うまい、ありがとう。どうでした？なんか今回こうやって外で企画、まあ、こういうのやってみて。なんか最初は周りの方のその目が結構気になったんだけど、うん、慣れちゃえば全然。ね、外のね企画もこれを機になんかちょいちょい増やしていけたらいいんじゃないですかね。ね、それでね、おこがましいんですけど、うん、最近僕も、うん、あれ、渡るさんですかなって、ね、声かけられる回数が結構増えてきて、ちょいちょい声かけられてるもんね今。どこで誰が見てるか分かんないんだな。そうですよ。エロいお店とか行ったら大変ですから。大丈夫、俺そこはそういうの行ったことないから。あ、本当に。うん、分かりました。こんな感じで今回は、渡るくんと私のこの1万円企画を、やらさせていただきました。もし、この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok も画面の下ありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。